皆さんこんにちは。今回はトップポジションについてレッスンをしていきたいと思います。自分が思ってたところでは止まってないです。僕はボール見なくていいよ、頭動いていいよって言ってるんです。スイングの回転とともにちょっとずつ右向いていきます。こうやってまあ私がねトップポジションこうどこですかって言われて聞かれた時にいつも答えるのは、はい、一人一人で、まあ、トップの位置違いますよっていうふうに一応言ってます。なんでかっていうと、もちろん骨格上の違いがあったりだとか、まあ、筋肉の柔軟性だとか可動域の問題、そういったものがあるので、まあ、絶対ここじゃなきゃダメだよっていうことは言ってないです、はい、ただし、まあ、しっかりとね回転をメインに腕の運動量を抑えたトップポジションになってるっていうことが、まあ、重要じゃないかなと思ってるんで、まあ、そうなるためのポイントをね今日はいくつかちょっとお伝えしていけたらなと思います。アマチュアの方の多くもそうですし、私も以前、まあ、今でもそうなるときあるんですけど、腕の運動量が上がりやすいです。ということはオーバースイングになりやすいってことですか？そうだね、オーバースイングだったり、うん、まあ、なんて言うんだろう、リバースピボットだったりリバースバイアングル、うん、あとはテイクバックがすごく速くなるとかね、あ、まあ、確かにいろんなことが起きやすいですよね、はい、それでただじゃあどういうふうに腕の運動量をコントロールしていくかな、いくのかっていうのが重要なんだけど、はい、まあ、大半の人がそうなっちゃうと自分が思ってたところでは止まってないです、うん、例えば自分が理想的にまあ、トップポジションこの辺りで止めたいと言ってる場合、はい、時にその方実際にこうスイング見てみると、大抵の方たち、大半の方たちはこのぐらいいっちゃいます。理想のところからグッていっちゃいますよね、うん、これね僕よく例に例えるんですけど、車のブレーキ、はい、車が止まる時とか自転車が止まる時とか、はい、例えばこの線で止まりたいと、はい、こう運転しててここで止まりたいっていう時に、この線の上に来た時にブレーキを踏むわけじゃないと思うんですよね、はい、それじゃ多分遅くてこれ以上のところで止まってしまうね、うん、なので必ずこう止まらなきゃいけない場所が決めてるのであれば、その手前から徐々にもうブレーキをかけ始めなきゃいけないんですね。なるほど、ちょっと準備をしておかないといけない。そうですから、まあ、ゴルフのスイングで言えばここが理想の僕のポジションだと、はい、ね、自分の理想はここで止めたいよっていうのがあるのであれば、ここに今の位置に行くまでにちょっとこうブレーキをかけ始める。でもしくはリハーサルって私すごい大事にしてるって言うじゃないですか、うん、素振りですね、うん、打つ前の、そう、素振りです。その素振りの時にここで止めたければこの辺りで止める、うん、そしてこれ止めるだけの練習じゃなくて一連の動作としてここから今のコンパクトなトップポジションからフィニッシュまでの動きを何度も何度もリハーサルしてあげると。井野さんも実際オーバースイングになっちゃうっていうのが癖じゃないですか、うんうんうん、結構ラウンドとか練習でもそういう素振りしてますもんね、はい、見るよねよくね多分ね、うん、僕の場合はね、うん、あの本当にこう回転をメインにしていくことがちょっと苦手っていうかね、まあ、どうしても腕に頼っちゃう、腕が器用に動いちゃうってね、うん、そういう方たち多いじゃないですか。でも、うん、大半のゴルファーの人たちがあの大きくいくことに悩んでる人たちが多いはずなんですね、うん、なのでね、まあそういった意味ではこのリハーサル、自分が思ったポジションではなくて一歩手前で止める、うん、まあ実際に打つ時にはここまで来るだろうという加味した考えというか、まあ、そこを含んだ考え方でリハーサルをまず行うことが、まあ、一つ 大切なところですかね、うん、
よく僕はあのそうなる人たちに左胸が潰れるとかって言うんだけど、トップの位置で。あ、どういう形ですか？回転ももちろんするんだけど、はい、腕もたくさん余計に上がっちゃう、動いちゃうもんだから、はい、まあ、これが正しいトップポジションだったら、あ、こういう形ね。すごい腕で上がっちゃうというか、はい、そうするとね、何に問題があるのか、まあ、もちろんボールに当たるまでに、例えばこういった今のトップポジションでもね、はい、こういうトップポジションでもね、はい、ボールに当たるまでにちゃんといいインパクトに戻してこれれば問題はないと思うの、うん、ただ僕の考え方は、今みたいな形になっちゃう人たちっていうのは回転よりも腕の運動量が多いので、はい、用意どんでこう振りほどいていくと、ボールに当たる時にはもう体が開きまくってる、うん、そうすると開きまくっちゃうと右に飛んじゃうじゃん、プッシュアウトとかスライス系統のボール出ちゃう、うん、飛ばない。だからそれを取り戻すために頑張ってこう手だけでね、うん、戻してくる結果、まあ再現性が落ちます、まあ、手打ちにもなりますね、はい、で、まあなんて言うんだろう、たまにこう当たった時にはバカ当たりもします。あ、すごい飛んでる。そう、確かに。ただね、そうなっちゃうとやっぱりゴルフってのはね、なんて言うんだろう、すごい球がずっと必要なわけじゃないんですよね、うん、18ホールの平均ですもんね、うん、だからそういった意味ではね、まあ、派手さはないんだけど、うん、きちんとね、まあ、回転と腕の運動量を合わせるっていうね、そういうことも心がけなきゃいけないです、うん、でそこでね、じゃあどうするのって、はい、うんうん、この人たちにやっぱり意識してほしいのはここじゃないのよ、はい、右手なんです、はい、まあ細かく言うと右の肘の使い方を意識してほしい、はい、潰れてる人たちって、はい、こうなんだ、うん、脇をよくね締めときましょう、開けちゃダメですみたいなね、うん、そういう人たちにも結構多い動きっていうかね、だから脇を開けちゃいけないからどうしても右肘畳みすぎちゃう、でグリップポジションが体に近くなっちゃう、うん、それで潰れちゃう、うん、じゃあこの肘どうするかっていうと、まあ、これね何回か僕あの多分動画にも出してると思うんだよね、はい、肘の使い方は肘をちょっと体の中心側に肘をちょっと入れてあげるだけだから伸ばしておいていいんです、うん、それで脇は締まるんで、脇を締めろっていうのをどうしてもこう締めちゃう人たちが多いってことね、こっちじゃなくて、うん、伸ばした状態でちょっと溝落ちの方に肘を入れ込むっていうかね、そして回転した結果もうロックされてるような感覚なんですよ、うん、なのでもう自由度が全くない、うん、これ回せって言っても上げろって言ってもちょっと動かないですよ。多分これはね、あのきちんとこうチェックしてやっていただければわかると思います。であとはここの右の肘の使い方なんかはね、前に出した動画を、見ていただいてもいいのかなと思います。そして3つ目、これすごい大事です。ボールに対する目線が変わります、うん、それもしっかりね理解しといてほしい。どういうことかというと、セットアップした時っていうのは大抵の方たちは同じ構えなんですね。ちゃんとボールを見てるような形で角度で少し傾きながら見てます。でここからトップに行く時にこの目線、ボールに対する角度、見え方っていうのは変わってきます。どう変わるか、
まず変わらないやつね、はい、変わらないのはどうなのか、どういう動きなのかっていうとこんな動きです、うん、もうほぼ帽子のつばがずっと同じ方向を向いてる、まあ、ボールをちゃんと見るようにしてるっていう人はそういうなりやすい動きですね、はい、そうしっかり見てるのねこれ多分ね、うん、でも僕はボール見なくていいよ頭動いていいよって言ってるんです。でまあこれね比べてもらえれば分かると思います。正しい見方帽子のつばが体のスイングの回転とともにちょっとずつ右向いていきますこうやって、うん、そうするとこの2つの目っていうのはこう目だとしたらねこういう動きになってくる、はい、なので最初見ているボールの角度とは全く違う見え方になってくる、うん、まあ若干見づらくなってくるっていうのが正解かな僕のこう正しい言い方としてはね、うんうん、だから見なくていいよ頭動かしていいよっていうね、うんまあ、ちょっと極端なこうフレーズで言ってるんだけどそうではなくてまあちょっと見づらくなるよが正解で、この見づらくなる動きをすることによって何に良さが生まれるかどんなことが良くなるか頭がこっちに動く右にちょっと回転するってことは顎の位置が少し右向くんです、はい、そうすると今まであった顎のポジションに肩の動きが入れられると、うんまあ、要するに回転がスムーズに行われやすいですよとこれずっと下向いてるとずっとここに顎があるわけだから、はい、早く当たっちゃうんです、うんそうすると肩が回らない。だから腕だけで上げて最初言ってたポイント左胸が潰れるとかあとは腕上げなきゃいけないからすごくオーバースイングになっちゃうとか、うん、そういう悪い動きにもつながってきます。で今回ちょっとこのトップポジションの話をしたんですけど、はい、なんか例えば練習法、うん、そういうのがあれば教えてもらえればなと。あいいですね。なんかこう久しぶりの練習法ってね、なかなかこう最近出してないけど、うん、以前出してたセパレートスイングドリルとかいいんじゃない？うん、出してましたね、うん、まあセパレートスイングちょっとねお見せします。こんな形でやってください。まあ、バックスイングの時にコンパクトに上げるっていうのも意識しなきゃいけないし右肘をこうつけるんじゃなくて離した状態で絞るみたいなね。それと目線が変わる、こんな感じです、はい、で一回ここで止めてください。セパレートスイングの特徴はここです。止めるってことが大切。止めてチェックします。あこういう形になってるんだ、こういうところにポジショニングするんだみたいな、じゃあこういう感覚で腰の回転回ってんだみたいな、そういうのをチェックして、チェックできたらここから フィニッシュまで振ってください。でこれね難しいんですよ、うん、すごい難しいの最初は、うん、でだいたいどういう風なミスがねこのドリルをやって起きるか、それもちょっとお見せします。大半の方がセパレートスイングドリルをやってるっていうんだけど、じゃあ見せてくださいっていうとこんな風になってます。止まってない。うん、確かに止めてるつもりってみんなおっしゃってますね、聞くと。止めてるつもりは止まってないことが多いってことです。なんかこれをやってくださいって言ってもやっぱどうしてもちゃんとした球を打とうとか そっちにフォーカスいっちゃうっ
ていう人が多いですよ、どうしてもね、うん、まあ気持ちめっちゃ分かりますよね。だからね、そういう人たちはね、もうティーアップしてください。うーん、あの打とうとしない、あの頑張ってボールにミートしなくても、合わせようとしなくても、当たってくれる条件を最初にもう作っちゃうのね、うん、で今のがまず一つのミスの、起きやすいミスの一つね、はい、でもう一個あるのよ、今の慎太郎が言ったようにね、はい、もう一つのミスもね、当てたい気持ちが強い人たちが多いです、うん、どういうミスかっていうと、ここまではするのよ、うん、チェックまでは止めるのよちゃんと、はい、それでどうするのかって言ったら、あ、分かった今の、振りかぶなんか、そうそうそう、反動ついちゃうんですね、飛ばそうと思ってるみたいなねえ、セパレートスイングでコンパクトな形でチェックして、スイングとしてはスピード出ない、飛ばない、上がらないでいいんだけど、なんかどうしてもこの持ってる番手の距離を出したがるっていうね、うん、そうなっちゃうとこう、どうなんかこうってこう反動を入れたくなっちゃうね、うん、なんかそうなってる方って結構オーバースイングになってるんじゃないかなとも思いますよね、うん、でもね、本人はこれね、なかなか気づかないよ、うん、だからね、ぜひこのドリルをする人たちは一回自分で取ってください、うん、でちゃんとトップで止まってるかどうか、 1,2 秒ね、あの普通のスイングに見えるわけはないので、これは絶対に、であとは反動を入れてない、距離を見れば分かります、それはあの普通の距離が出てない、うんうん、セパレートスイングっていうのはだいたいもう 4,50 ヤード飛べば十分な、うん、あのドリルなんですよね。なのでそういうところをきちんとチェックしてね、やっていただけると、まあ、今回のね、トップどこなの、ね、正しいトップ、その人に対してのいいトップっていうのを見つけられることができるんで、まあ、ぜひね試してもらいたいなと思います。